皆さんこんにちは、池さんです。今日は我が家が使っているハイエースね、紹介していこうと思いますので、ぜひ見ていってください。では行きましょう。我が家のハイエースは2015年式スーパー GL でね、ワイドミッドルーフっつってね、ちょっとね大きい中型サイズのハイエースになります。で、僕がこのハイエースの中で一番気に入ってるのがこれ。これね、クリムソンのバルベロホイールってやつで17インチ履いてます。タイヤのこの白いホワイトレーターが入ってるのが僕はすごい気に入ってます。で、車自体は 1.5 インチローダウンさせてるんでね、ちょっとね、普通よりも4センチぐらい車高が低くなってるタイプですね。では、一つずつ紹介していきましょう。まずね、運転席からご覧ください。まあ、大して スペシャルなところはないんですけど、これ見てください。シートカバー。ね。これ僕の一番のお気に入りで、ハイエース乗ってる人ってみんなシートカバーってね、何かしらにカスタムしてると思うんですけど、結構ね、真っ黒のレザーシートカバーをかける人が多いんですが、うちはこのオレンジとアイボリーのツートンカラーってね、ちょっとおしゃれな色合いにしてるところ、非常にこだわっています。さらに、もう一個ね、シートにちょっとこだわりがあるんですけど、これ。シートクッションをね、かぶせてます。こんな風にしてシートにかぶせるシートクッションなんですけど、ミッションプライズっていうメーカーの、リバースポルトディーンっていうタイプですね。これね、1万4000円ぐらいするんですけどね、ちょっと高い。ハイエースのシートって、全然実はね、座り心地良くなくて。ほんで、うちみたいに長距離を走るタイプの人には、僕ね、絶対この、シートクッションおすすめしてます。これつけてるだけでめちゃめちゃ座り心地良くなるし、腰痛、腰の痛みが驚くほど軽減します。池さんめちゃめちゃおすすめです。ミッション、なんだっけ、ミッションプライズっていうところのシートクッション。いろんなの出てるんでね、見てみてください。では次行きましょう。後ろ。同じくリアシートもオレンジとアイボリーのシートカバーつけてます。なかなかおしゃれでしょ。でね、うちのハイエースの特徴、これです。数少ない、池さん、DIY シリーズの中から、テーブルをね、くっつけてます。これ自体は、もともと標準でついてる、荷物とか飛び出さないようにするためのバーで、これに、簡単に板を取り付けただけのものなんですけども、実は、ものすごい便利です。こうやってね、ご飯を食べたりとか自在に使えるテーブル。それからハイエースユーザー、ベッドにした時にここね、すごい重要なんで教えます。これね、セカンドシートを倒して、こうすると、まあ、ここもベッド面になるので広くベッドスペースが取れるようになるんですが、実はここの背もたれって何にもね、板が入っていない状態なんですね、本来だと。なので、実際ね、ここの上に寝たり座ったりすると、すごく不安定で、寝心地悪いんですね。でね、僕はね、このシートカバーの背中の、ここの部分から、板を差し込めるんですよ。なので、9ミリのコンパネをサイズに合わせて切って、背中に入れています。ここにコンパネが入ってるんで、もうね、寝心地抜群みたいな。これおすすめ。皆さんね、必ずここシートの背面に9ミリのコンパネ、12ミリになると厚すぎて寝ないんで、9ミリのコンパネで作ってみると圧倒的に快適になります。その時の注意点、ここね、角になるところ、レザーが破けてしまうんで、必ずレザー板の角は面取りつけて丸く削るようにしてください。それからね、向こう貸しのスライドドアには、バグネットつけてますね。ちょっと行ってみましょう。これね、すごく簡単。あ、ちょっと外れてきちゃった。ピッて剥がして、タラララララってなって、こっち貸しもピッて剥がして、んで、チャックをギュギュギュンギュギュン。こっち貸しも、はい、ギュギュギュンギュギュン。はい、完成です。たったこれだけで
バグネットできますね。これで夏の車中泊の時、ドアを開けて寝れるようなところだと、もう完全に開放して寝れるので、このバグネットおすすめです。後ろ行ってみましょう。後ろ開けます。まずは、僕が作った自作のスライドキッチンから紹介しますね。ここに足がついていて、そしてここの取っ手を持ってこう引っ張り出しまして、できました、スライドキッチンです。ここでですね、このコールマン製のガスバーナー、こいつを開いて入れるだけで、じゃーん、なんと簡単にガスレンジが登場するっていうね、こういうのを自分で作りました。そしてここの中に、まあ、こうケトルとかね、ガスボンベなんかこの中に収納しています。いろんなものが箱で収納されていて、はい、そして隣側には食器類ね、同じく食器類、こういうのをね収納してあります。これはね、俺が作ったスライド DIY の中ではかなりイケてるなと思ってて、ハイエースってこの荷室のね懐が深いので、奥の方に物を入れるとなかなか取り出しにくいんでね、こういうふうにスライド式にしてあげると中間にある箱とかが取りやすくなります。でこの箱の中にはこうね、まあ、ほとんどもうキャンプに使うのと同じだけのグッズが入っているので、まあ、主に調理ね、料理をするときに使う道具などをメインにこの箱に収納しています。この奥は、車載工具とかね、それから牽引するためのロープ、そして、サーフィンで使うリペアキットとか、そういうものの箱を積んであります。うん、次に紹介するのはベッドキット。こちらね、カービンっていうメーカーのベッドキットを使ってます。これちょっとすごくいいベッドなのでよく見てください。まずこのベッド自体がパネル式になっています。4枚、計4枚のパネルになっているので、簡単にこうやってね、ベッドの天板の部分を簡単に外せることができるので、ものすごいでかい積載空間っていうのかな、荷物を詰めるスペースができます。もうチャリンコだったらね、3台、4台とか平気で乗っかっちゃうぐらい。それから、ハイエースっていろんな種類のベッドキット出てるんですけども、このカービンのこのベッドキットの優れてるところは、両サイドがこういう木の箱型の収納になるんですね。そうすると、組み立て式のテーブルだったり、ガスランタンとかね、それから電気式のランタンとか、僕の場合は、シャワー、ポンプ式のシャワーとか、このあたりもうまるっと一式こうやってサイドのボックスの中にしまえちゃいます。さらに逆サイドにもこのように箱になっていて、僕はこの中にサーフィンのねワックスとか入れてあったりとか、それから夏の車中泊で使う扇風機とか、もうありとあらゆるものがこのサイドのボックスにしまえる。これがねすごく特徴的。ここまでこのように収納のボックスになってます。全部ね綺麗に外れるようになってます。でまたもう一度ベッドに戻しますと、このように非常に端から端まで全部ベッドスペースになって、さっき紹介したねセカンドシートを倒すとあそこまでこうレングスが作れるので、めちゃめちゃ広いベッドスペースできます。ベッドのサイズで言うとクイーンサイズですね。横幅もクイーンサイズのベッドになっちゃう、すごいベッドキットです。ただし、このカービンのベッドキットめちゃくちゃいいんですけど、なんとね、お値段が18万円もします。すると、普通にフランスベッドとかの家のいいベッドとかが買えちゃうぐらいの値段がするので、お値段以上になるのかな？ちょっと高いんだけど、天然パーマとしては、このベッドキット、超絶おすすめです。このベッド、ものすごい機能的で、寝心地も良くていいんだけども、
エアヒーターの吹き出しがこんなところになっちゃうんですね、箱があるために。こっからブワーって温風が出てくるので、ちょっとね、暖房の効率が非常に良くないので、少しね、加工して工夫してあげる必要があります。それは以前に紹介しました冬用のね、ダクトをつけることで前に、温風が出るようにちょっとだけカスタム改造してるんですけど、まあ、ちょっとね、そういったデメリットはあるんですが、それにしてもこのベッドは本当すごいおすすめ、めちゃめちゃ使い勝手、そして寝心地いいです。これが非常に大事です。大人2人と子供2人が4人、計4人が横に並んで寝れると。さらに足元まで十分の広さがあるので、相当快適に寝ることができます。はい、実際に寝てみるとこんな感じです。今ね、妻はカメラマンやってくれてるので寝転がれないんですけど、3人で横になってもこんなに広い。ここにさらにもう一人、妻がね、大人が寝転がっても十分な広さがあります。この広さは本当に快適なので、ワイドミッドルーフ選ぶ価値はあるかと思います。このハイエースのワイドミッドルーフ、このサイズの車のメリットは積載量がすごく大きいので、たくさん荷物を乗せられますね。うちみたいにサーフィンとかスキーとかをね、軸に旅をするときにはあらゆる道具がほとんどベッド下の中だけで収納できてしまうぐらいの大きな収納積載量がある。これがメリット。それからこのサイズはほぼ全ての立体駐車場に入るギリギリの大きさなんですね。幅もそうだし、それから高さもね、2.1 なので、ギリギリ入るサイズだっていうところが大きいです。ただしデメリットもあります。まずね、車が大きすぎて女性が運転しづらい。うちの妻はね、1回しかね、運転したことないです。今鼻で笑ってますけども、本当にね、この車買っても4年目ですけども、たったの1回しか運転したことないです。そこは僕が運転するのもちょっと困難なぐらい大きすぎるかなっていうところがデメリットその1。そしてこの車は、2700cc ガソリンの4駆なんですね。 4WD なんです。なので著しく燃費が悪いです。だいたいね、高速走行で平均燃費がリッター7キロ。ありえない。アメ車かってぐらい。ここもう一つね、大きな問題。僕のハイエースは1ナンバーになるんです。ナンバーの登録だと。つまり、高速道路だと、車種の区別が中型車っていう区別になるんですね。そうすると、あらゆる ETC 割引の対象外になってしまうんです。なので、週末とか大型連休の時の、ETC 割引、これ全く効かないし、ドラプラなんていうね、夏休みとかさ、冬休みとかにお得なパッケージがあるんですけど、そういうのも全て対象外になってしまいます。唯一、深夜帯の割引だけは適用されるので、僕たちが夜中に出発するのは一つ理由としてそれがあります。そして、これね、この車の一番のデメリット。乗り心地が最悪。これはもうね、仕方ない。なぜならまあ1ナンバー商用車になるので。なので、このハイエースを乗る人はね、オプションでショックを変えることをおすすめします。うちみたいにものすごい長距離を走る人にとってはすごく乗り心地が悪い。ここはもうね、一番の改善点だと思います。で、最後にもう一個デメリット。当然、商用車なので1年車検、毎年車検なんですね。これ結構めんどくさい。ただ、税金回り、それから車検代っていうのがね、著しく安いので、まあ、その辺は実は2年車検とトントンか少し安くなったりするので、まあ、メリットデメリット両方あるかなっていう感じです。さあ、という感じで、今回は我が家のハイエースをご紹介しましたけど、いかがでしたでしょうか。また次回もね、何か車中泊に関する情報を紹介していきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。せーの、アデュー。 Dude, that father is 10 and permed